ここは東京メトロ銀座線渋谷駅。今日は新しくなった銀座線の渋谷駅を観察していきたいと思います。中はこういう感じでアーチ型になっているのでしょうか。とてもね、綺麗でね、すごく美術を感じがします。2020年1月3日金曜日からね、ホームの位置が変わった銀座線の渋谷駅なんですが、まあ、ちょっとね見てきました。こういう感じで、もう古くなっていた、まあ、渋谷駅のホームがね見えております。でこれがねちょっとね京王井の頭線の、まあ、行くのがちょっと不便になったとなことになりましたけど、まあ僕はそんなこと思わないですね。なんか表示もデジタルになってとてもいい。今回は短いですが、銀座線渋谷駅の新しいホームを見てきました。皆さんご視聴ありがとうございました。